大村松次郎、没年、明治2年11月5日、1869年12月7日。少年、文星7.5.3、1824年5月30日。幕末維新期の政治家、明治陸軍建設の功労者、周王の須善寺村寺大村、山口市、野井氏村田公益の子。陽名は宗太郎、後両安、増六。 19歳で蘭夷梅田雄祭に学び、翌年文後、大分県の広瀬炭層に関石を学ぶ。23歳の時、大阪の大型公安の敵塾に入り、蘭学、医学を治め、塾長を務めた。この間、長崎を訪れ名医奥山清祝に学ぶ。27歳で父母を養うため帰郷指定を開業したが振るわず、宇和島藩に迎えられて西洋兵書の翻訳、 軍艦製造等を指導。安政3、1856、年江戸に出て急居堂を開塾し、幕府版書調べ書教授手伝いを経て工部所教授に就任。この間ヘボンに英語を学んだ。名声を聞いた長州藩は万円一、1860、年出資を命じた。規範して兵学を教え、平成改革に携わる。慶応に、 1866年長州戦争には岩見野口の総参謀として幕府軍を壊滅させた。同4年1月、戊辰戦争が起こると、倒幕軍として上落した。維新政府の軍防事務局判事家政を命ぜられ、軍政事務を担当、同年ウルー4月江戸に出て、上野将棋隊討伐、王羽、北越の平定作戦に携わった。 総合的な視点で戦局を捉え、軍略は戦う前から必勝の生産を伺わせるものがあった。西郷隆盛は大村の軍が進まないのを見て、部下正さの進めるままに兵を率いて登場し戦地平定を申し出た。大村は西郷をいめ西郷の青森到着前に五稜郭が陥落。西郷は大村の達見に感服し、名護照り表を豪明日に恥ず、 とそのまま帰同年10月軍務官副知事となり函館、函館、御鎮亭。ここに戊辰戦争は終結し、その戦の功により衛星6500国を受ける。明治に、1869年兵部大夫。軍政を徹底的に改革するため、陸軍はフランス、海軍はイギリスになろうこと、反兵解体、台頭禁止。 徴兵制度の採用等を憲白このため2年9月4日京阪地方旅行中反対派士族の8人に襲われそれが元で死去した。